5列ぐらいになってますんで、多分ミシルもね、本当に最高位の方というか、絶対見えてないと思うんで、もう見やすい今のうちに場所が通っちゃってください。頑張っていきましょう。
はい、じゃあまずルールなんですけど、飛ぶとき倒しちゃいけない、ただそれだけです。え、あの、もしもね、倒したら残念ながら、その場で終了とさせていただく、非常に重要なことです。ちゃんとやりよ。はい、もう、頑張ってよ。はい、まあ、じゃあ真剣にいってみたいと思います。ハードル1個です。いくよ。早く。いくよ、ほら。急いで早くどうだ、ね、ありがとうございます。機械なすのほら、なんでいちいちこの前に行くんだよ。はい、もう怖いってほら、もう頑張れ。さあ行きましょう。2つ目、飛び方ご注目です。ちょっとまとめにいただけます。そうだね、ありがとうございます。はい、助けてください、ジュン君。そうですね。じゃあもういよいよですね、行っちゃいましょう。もう限界の3つでございます。ね、もうどうですか、結構広いですからね。ね、もうこれ飛べたら褒めてあげてください。助けてよ、ジュン。さあ、どうだ。ありがとうございます。これやっぱ身長を超えたら皆さんマジかってなるでしょ。
そうなんですよ。だからね、もう僕らこれの芸歴がね、一応今年10年目になって、10年間一緒にやってきたんですけど、もうね、なんていうのかな、もう、まず、ね、普通に距離越えるの無理なんですよ。もうだって身長も 2.5 倍あるし、で、トランポリン使ってみたんですけど、なんかね、うまいことなんかトランポリン使えてる感覚が全然なかったんですよ。で、調べてみたらね、文献出てきちゃって、なんか、日本人の足の骨格って、なんか着地の衝撃をね、吸収できるように、ここに突っ張った動きができないらしいんですよ。そう。で、もうそれもね、どうしようかなと思ってね。で、もうようやくね、発見して、ほんと今月なんですけど、お客さんの前に出せるレベルに持ってこれたんですよ。で、今から、僕とジュニアで協力して、ジュニアがこれ飛び越えた。もう、意見余裕そうに見えるでしょ。ね、もう、あいつも見えたな、みたいな。ね、もう、とんでもない。こっちのね、もう逆ですよ。今ね、ランナーがもう緊張しすぎて、若干心臓止まりそうなんですよ。僕もね、むしろたった今、心臓が止まっちゃうみたいな。やってる場合じゃないからね。ちょっとふざけんのやめよ。はい、さあ、これ、僕らの一番のね、皆さんに最後見てもらって終わりにさせていただくんですが、その前に一個だけ大事なお願いさせてください。我々コミが、こうやって皆さんの前で楽しく芸能することができるのは、皆様の温かいご声援、そして、ご主人のご祝儀のおかげでございます。今日なんですけど、こちらの大変非常識なサイズのダレス、ご用意させていただきました。はい、もう芸が終わったらこれ持って回っていくんで、どうぞ途中から見てくださった方も手伸ばしてもらえたら、それが僕らの幸せにつながりますので、温かいご了承をよろしくお願いします。もうね、今からやるのがですね、人猿一体って書いて、人間一体でっていうんですけど、僕どうでもいいんで、もしジュニア本当すごいなって思ってもらえたら、カニミルをください。一気に空気悪くなった。ダメだったやり方死ぬほど汚いもん、これ。だって、笑ってんのあの子だけだよ、これ。ありがとうな、俺。はい、もうとにかく見てください。もうこれが僕らの10年でございます。次はね。よし、じゃあ、じゃあ、鼓膜破れるぞと。ごめんね、俺結構叫んでたからね。じゃあ、フロークの外だけ見てもらっていいかな。ワニの外側外側。ごめんよ。行くといいのかな、俺離れるから絶対手出したらダメだろ。そう、この間もね、お子さん2人ぶっ殺してるんだ。もうちょっと笑ってもらっていいですか、保健所来るんですけど、だって最後お気遣いありがとうございます。助けてる、頑張れ。ただもうジュニアって全中で飛び越えるんで、これ一切バー見えなくなります。で、僕に関してもジュニア見えないんですよ。お互いのタイミング一瞬ずれたら即失敗します。もしも1回で調整で成功できたら、大きな拍手よろしくお願いします。